おお、すげえ。やばい。あ、実写ちゃうの。ええの。気を出していこうか。何？うお。右手。なになに？誰？おお、すごい。え、もう死んだんじゃん。スネークじゃないよ。ステルス迷彩か。死に損ないが。邪魔が入った。また会おう。逃げた。誰だ。俺は知ってるけど。名前など。うわ。お前と同じだ。かっけえ。ソロ強化国家国。この喋り方。どうか。何何。発狂してるよ。逃げてった。やつは一体。敵か味方かわからんな。なんか知らんがオセロットを倒して。話せるか。君は。奴らの仲間ではない。ダーパ局長は起爆コードを知られたと言っていた。あんたの起爆コードは。なるほど。ジム、ペンタゴンの使いか。質問に答えろ。起爆コードは時間がないんだ。私は喋ってしまった。何？え、これで起爆コードは2つとも奴らの手に渡ってしまった。私だって抵抗しなかったわけじゃ。サイコマンティスの侵入はかわしたんだ。サイコソルジャーのリーディングをどうやって。精神手術だ。精神手術。我々のような極秘行動を知る者はみんな手術を受けている。ダーパ局長もそうなのか。そうだ。確か局長はマンティスに起爆行動を読まれたと。聞き違いじゃないのか。いや、まあいい。なぜあんたの起爆行動は奴らに知られた。拷問に耐える訓練など受けておらんからな。その様子じゃ相当可愛がられたようだな。あいつは普通じゃない。明らかに拷問を楽しんでおった。その腕は。奴に折られた。おあいこだ。あいつも腕をなくした。ふん、面白い男だな。それでダーパ局長はどうした。無事か。死んだ。なんだと。まさか約束が違うじゃないか。自分め。やはり私の口封じ。落ち着け。叩かれてる。何を勘違いしている。俺はあんたを助け出すように言われただけだ。ダーパ局長も俺が殺したわけじゃない。心臓発作のようだった。心臓発作だ、バカだ。とにかく起爆コードは2つとも奴らの手に渡ってしまった。やばいな。練習完全にイカれとる。奴らなら核の発射をためらうことなどない。だろうな。一体奴らの目的は何だ。さやな。だが我々武器屋が必要とするように彼らも戦争の火種を必要としているのかもしれん。いずれにせよ好きにさせるわけにはいかない。今も鍵を持っている。鍵。起爆コードを緊急解除する鍵だ。あんたが持っていると聞いた。もうここにはない。なんだって、まさかテロリストに。いや、女に渡した。女。誰だ。一緒に独房に入れられていた兵士だ。独房。あの女兵士か。当日演習に合流したばかりの新兵らしい。放棄への参加を断って捕まったと言ってみた。当日に合流。ではな、あの女が大佐のメイ。うん、メイ子。鍵は彼女に渡した。脱獄には成功したらしいが無事だろうか。無事だろう。新米だがしたたかだよ彼女は。しかしどうして脱獄のこと。彼女とは無線機で連絡を取り合っていたんだ。ここに縛られるまでな。無線。そうだ。監視から奪ったものらしい。今でも彼女が無線機を持っていたら話せるはずだ。大丈夫、持ってるはずだ。周波数帯はどこを使っていた。よし、無線機の周波数を教え。すまん、ど忘れした。くそ。え、そうだ、パッケージの裏に載っているはずだ。連絡を取ってみろ。ああ、まず彼女に話を聞いてみよう。鍵が手に入らなかった場合、核発射を防ぐ手立てはあるのか。そうだな、うちの社員のハル・エメリヒという男を探してみろ。誰だ、そいつは。メタルギアプロジェクトの開発チーフ、優秀な技術者だ。
少々変わり者だがな、あいつなら発射を食い止める手立てを考えつくかもしれん。方法を思いつかなければ破壊するしかない。エメリヒなら破壊方法も知ってるはずだ。その男はどこに？おそらく核弾頭保存棟のどっかに軟禁されているだろう。ここから北にある奴の仕事場はそこだった。分かった。から出ながのか。しかしなぜメタルギアなんだ？核の時代は20世紀末に終わったはずだ。それは違う。核の脅威は消えてはいない。戦よりもよりリアリティを増している。使用済み核燃料解体は何これ実際の映像みたいな。ここでもいいが、核物質貯蔵庫を見たことがあるか？いや、実写ちゃうの？広くもない地下貯蔵庫に核廃棄物を入れた容器が山積みになっている。核物質には有効な処理法も利用法もないからな。ただ放り込むしかないということか。しかもその管理はずさんを極める。多くの貯蔵容器が腐食し、廃液が漏れ出していた。ひどいな。いや、それだけじゃない。年に何キロかのマフも発生している。マフ？核物質不明量を示す言葉だ。核物質の闇取引が横行している証拠だ。危ねえな。さらに冷戦の終結以来、特にロシアの核技術者は職にあぶれ、行き場を失っている。そんなになるもんじゃない。つまり核兵器製造に必要な技術者と核物質、そのどちらも簡単に手に入るんだ。どんな小国でも核武装可能な時代になった。利用しようと思えば簡単にできてしまう時代ってことか。ロシアも中国も依然として核抑止を継続している。核廃絶の実現など不可能なんだ。だからこそ抑止理論を保つには圧倒的な兵器が必要なんだよ。それが重なってみんな武装しちゃうってことか。結局それがメタルギアか。うん、平和という幻想に基づく軍縮、折からの経済不振に我々の業界は大きな打撃を被った。大手兵器企業の買収合併、よく聞く話だな。次期主力戦闘機計画の入札にも失敗した我が社にとって、メタルギアシステムは生き残りをかけた切り札だった。そのためにブラックプロジェクトとして開発を進めていたんだな。ブラックプロジェクト？ペンタゴンのブラックバジェットによる隠密計画だ。余計な手続きを避け、兵器開発でリードタイムを稼ぐことができる。誰も手出しはできる。たとえ国防省監視委員会の連中でさえもな。癒着か。軍産複合体と言ってくれ。今回の演習結果で正式採用が決められるはずだった。あんたの会社の経営がどうなろうと知ったことじゃない。あんたら兵隊に我々の苦悩など分かるまい。ほら、これが目的なんだろ。それは光ディスクだ。ここに全てが入っている。ハードディスクは銃弾でクラッシュした。データはもうこの中にしかない。何のデータだって？例の演習データを収めている。別に届けることはない。あんたはこれを回収するように言われてきたんだ。私はあの拷問マニアからこれを守りきった。奴らはこのディスクの存在にまだ気がついていない。このことはジムに、あんたのボスにちゃんと報告しておいてくれよ。カードも私の子、セキュリティレベルが2の扉ならこれで開く。歩けそうか？いや、ここで休ませてくれ。奴らももう私には用はないはず。もう一つ聞きたい。いや、殺されんね。さっきの忍者は何だ？何か知ってるんじゃないのか？あれか、あれはホックスハウンドの暗部だ。暗部？実験体、ゲノム兵士の名。知ってるのか？私よりホックスハウンドのドクターナオミ、ハンターに聞いてみたらどうだ。急になんか苦しそうやな。とにかく奴らを止めねばならぬ。あれが公になれば我が社も私も終わり。メタルギアは既存技術じゃないのか？それ自体はな。おい、やっぱりなんか仕込まれてるな。くそ、何かしたな。まさかな。ペンタゴンの役人どもめ。そうか、そういうこと。何を言ってる奴らは。お前あ利用しよう。
スネークと会うのがキーになってんのか、もしかして。なぜだ。なるほど、スネークと会って喋ることがキーになって処理するってことか。大佐、聞いてるか。こいつも死んだぞ。わからん。いいか、隠し事はするな。心臓発作のように見えるけど毒物じゃないのか。確かに大量投与すれば心臓発作を起こす薬物はいくつかあるわ。塩化カリウムとかジゴキシンとか。でもそれは検証しなければわからない。くっ、スネーク頼む。メリルと協力してくれ。あいつは信用できるのか。私よりは信用できない。メリルに連絡を取ってみてくれ。スネーク、そこは妨害電波が出ているわ、うん、私たちのようにバースト通信なら大丈夫だけど通常通信はできないはず。そのエリアから出てみて。スネーク、冷静になってくれ。ナミ、聞きたいことがある。さっきの忍者は何だ。フォックスハウンドの隊員か。違うわ。心当たりはないんだな。ええ、うちにあんな隊員はいない。そうか。スネーク、頼んだぞ。あ、回復した。増えた。気のせいかな。気のせいやな。伸びたように見えたけど、ゲージが回復しただけやな。おっ、どうやら赤外線センサーが立ち上がってきたようだ。なんとか赤外線をくぐり抜けるようにしろ。遅いてコールもうちょっと早くしてほしいな。ふう、焦った。ダーパ局長、ベーカー社長、2つの起爆行動は両方ともテロリストに知られてしまったということか、うん、ああ、そして2人とも死んだ。スネーク、2つの起爆行動が奴らに知られてしまった以上、核発射を食い止めることができるのはメリルの持っているという起爆行動を緊急入力解除するための鍵と。ベイカー社長の言っていたメタルギアの開発チーフだけか。ハル・エメリヒとかいう。とにかくメリルと無線で連絡を取ってくれ。周波数はパッケージの裏に書いてあると言ってなかったか。パッケージの裏、これか。ん？パッケージ？なんの？やばい。あっ。手元の手元のなんか説明書とか見ようとしたら敵取った。しかも銃持ってたから撃ってもた。え、これほんまのゲームのパッケージの裏になんか、確かになんか女と、あ、なんや、下に行ったら見えるんや。とにかくメリル、パッケージの裏ってそういうこと。なんかね、女と喋ってる映像がある。あなたの見えるところよ。140.1。おお。逃げおおせたところ。すげえ。ちょっと感動。
独房の？君が大佐の姪、メリルか。やっぱり違う。誰なのあなたは。君の叔父にはめられてこんな駅地まで来た哀れな男だ。一人で？何それ、英雄にでもなろうと思ったの？その辺で説教はやめてくれないか。大佐譲りだな。叔父とはどういう知り合い？腐れ縁だ。名前は？これまで名前が必要になったことはない。あ、もしかしてスネーク？ソリッドスネークなの？そう呼ばれたこともある。伝説の男、あなたが。取った、すげえ。さっきはどうも。動いた。味方だとは知らなかった。こっちは分かったさ。どうして？君の目だ。目？戦士の目じゃない。ああ、新兵の目でしょ。いや、人を慈しむ目だった。さすがは伝説の男ね。いきなり口説くつもり？会えば伝説じゃなくなる。現実に直面すれば幻滅するものだ。そうでもないわ。俺の顔を見て驚いていたようだな。ええ、そっくりだったから。テロリストのリーダー、リキッドスネークか。ええ、知ってたの？まさか兄弟とか。俺に家族はいない。じゃあどういうこと？さあな、奴に直接聞くさ。それより情報を教えてほしい。君は最初から今回の演習に参加していたはずだ。ここで何があった？あなたの見えるところやと。これ実際ないセリフなんか。演習には当日合流したばかりだから。構わない。まずこの基地は何だ？ただの核兵器廃棄所とは思えん。なるほど、連中のやりそうなこと。本当に何にも知らされていないのね。いい、スネーク。ここは表向きは核兵器廃棄所だけど、本当は違う。アームズテック社のダミー会社が所有する基地なのよ。ここが民間の基地？そう、メタルギア開発のためのね。くっ、大佐め。そしてその模擬核弾頭発射演習のために次世代特殊部隊とフォックスハウンドが招集された。なぜフォックスハウンドが？メタルギアの開発を極秘裏に進めたかったからよ。フォックスハウンドは未だに影の部隊だから、隠密行動にはもってこいなのよ。しかし模擬弾頭発射実験ならこれまでも行われていたはずだ。なぜ今回に限って？メタルギアの正式採用を決定するための最終的実戦演習。そう聞いてるけど。怪しいものだ。それでテロリストの目的は？ごめんなさい、放棄の後すぐにベーカー社長と一緒に捕まってしまったから。そっか。その時牢獄でベイカーから起爆コード解除の鍵を預かってるだろう。ええ、大事にしてるわ。奴らによく奪われなかったもんだ。女は男と違って引き出しをいくつも持ってるの。ベイカー社長と会ったのね。保護したの？いや、彼は死んだ。ええ、心臓発作だった。ダーパ局長と同じく。局長も心臓発作で？ああ、彼らには何か持病が？いえ、聞いたことないわ。二人続けてとなれば偶然とは思えん。きっと何かある。そうね、でも心当たりはないわ。そうか。メタルギアの開発者を知っているか？エメリッヒ博士のこと？そうだ。彼は無事なのか？多分北にある核弾頭保存棟の地下2階よ。そこの研究室フロア。地下2階だな。ええ、彼の研究室があるらしい。そこで核発射のプログラムを強いられてると思うわ。それが終わるまでは生かしておくつもりだな。準備作業が終わるまでに何とかしないと。はあ、起爆コードの解除が間に合わなかった時のためにメタルギアの破壊方法を聞いておかなければならない。破壊ってスネーク、あなたあれとやり合うつもり？別に今回が初めてじゃない。博士の監禁されている核弾頭保存棟に行くにはこの建物の1階エレベーターの横に機体の運搬口がある、うん、そこの扉のセキュリティレベルは5よ。5？ 大丈夫、私カード5を持ってるから。分かった、俺はこれから博士の保護に向かう。君は？私も一緒に行くわ。ダメだ、新米はどこかで隠れてろ。新米じゃないわ。口だけではダメだ。敵に向かって一瞬でもためらったら終わりだぞ。二度も幸運は続かない。私、引き金がすぐに引けなかった。訓練ではちゃんとやれたのに、指を引くだけで相手の命が終わってしまうと思うと怖かった。訓練で的を撃つのとはわけが違う。私、軍人になることをずっと夢見てきた。
実戦に向けて毎日毎日訓練をしてきた。でもどうだ、もうやめたいか。やめられない、やめるわけにはいかない。人を殺してショックを受けないのは異常者だけだ。罪悪感のない殺人は新たな殺戮を生む。戦場では普段は封印されている残虐性や闘争本能が顔を出す。戦場では戦争という名のもとに罪の意識は緩和される。でもこれは戦争じゃない、テロよ。精神が安定してないのはコンバットハイの反動だ。大量に分泌されたアドレナリンが薄れ始めてる。結論を急ぐな。コンバットハイなら講習を受けたわ。今は議論はやめよう。生き残ることだけを考えろ。ここから生きて帰れたらゆっくり考えてみる。分かった、言い方を変える。俺の邪魔はするな。食えない男、おじから聞いた通り。ほら言った通りだ。現実に直面すれば幻滅するものだ。そうみたい。分かった、スネーク。おとなしくしてるわ。博士を保護したら合流しよう。それまで鍵を持っていてくれ。ええ、大事にしてる。それとここの基地に関しては私の方が詳しいわ。何かわからないことがあったら連絡して。気をつけるんだぞ。運搬口の扉を開けたらコールするわ。なんか微笑ましいね。なんや、こんな便利なあったんや。ちょっとマスター、実際に戦場を体験し生き延びてきた人間には危機に関しての独特の嗅覚が備わっているものだ。戦士としてのゲーマーとしての勘を信じろ。ゲーマーとしての、これ俺らに言ってるのかな。